どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、今回のマリサの良い品紹介は、なんと、美味しい国産うなぎがすごくお買い得なんだ。実は、このうなぎはマリサとウプ主も頼んだことあるけど、肉厚ですごく美味しかったのでおすすめ。今回はうなぎなんだね、美味しそうよねー。いろいろなセットがあるみたいなので、うなぎ好きな人は、概要欄に楽天リンクがあるので、一度チェックしてみてねー。さて今回は、今ニュースなどで話題の川崎宮軍団という旧社会のリーダーが逮捕されたんだけど、この旧社会だったはずが、現代の暴走族のような活動をしており、そのチームについてや、このチームのリーダーが逮捕されたことについて、いろいろと思うこともあるので解説していくねー。そうそう、アンダーグラウンド界でもいろいろと話題になったチームだったな。ぜひ解説をよろしくだぜー。ゆっくりしていってねー。旧車会とは、自身が暴走族時代などに乗っていた、いわゆる旧車と呼ばれる古いオートバイに乗って、暴走族を模した改造を施し、コールを奏でたり、ミュージックホーンを鳴らして走行するが、あくまで交通ルールを守り、迷惑をかけないでツーリングを楽しむチームなんだよね。そうそう、しかも健全なお昼に走っているよな。旧車会のもう一つの特徴として、加入しているメンバーの年齢層が高く、暴走族のように、未成年者はほとんどいなく、普段は会社員などの仕事をしている傍ら、休日に集まり、集会ではなくツーリングを楽しむために、ヘルメットは必ず装着しており、その他にも速度超過、信号無視などは禁止され、交通ルール遵守のチームが多いんだ。今話題の川崎宮軍団も、その旧車会だったというわけなんだな。旧車会のイベントとなると、サーキット場を貸し切って行われることが多く、その中で自慢のコールや走りを、楽しんでいたが、一部のチームがサーキット場ではなく、郊外のパーキングなどに集まり、近隣住民から、苦情が入るケースもあったが、年齢層が高いということもあってあまり大ごとにはならなかったんだよね。警察からも、常識の範囲内で楽しんでいるという認識だったのかな。この旧車会は、神奈川や千葉の方でもイベントやツーリングが盛んに行われており、あの神奈川レーシング連盟や、ピエロなどの OB で結成されたチームなどもあって、純粋に旧車会や、ツーリングにバイクを楽しみたいという人が多いんだよね。暴走族を引退してからも、ツーリングやバイクを愛する人は多いもんな。そう考えると、今回検挙された川崎宮軍団は旧車会に当てはまらないので、その全容も解説していくね。川崎宮軍団とは、どんなチームだったのか、解説を頼んだぜー。川崎宮軍団とは、旧車会とは違い、元暴走族の人たちがツーリングを楽しむというチームではなさそうで、メンバーには10代から40代まで在籍していたと言われ、今回逮捕されたリーダーが主体となり、街でバイクに乗っている少年などにも声をかけ、チームに勧誘していたそうなんだ。そうか、旧車会とはバイク好きな人が集まるので、あまり勧誘とか聞いたことないよな。このような勧誘行為により、メンバーは400人を超えていたと言われ、それだけなら良いんだけど、このメンバーには毎月3000円の会費を納めなければいけなくて、当然10代の少年たちには支払いが厳しく、チームを抜けたくても、幹部から脱退させないように脅迫まがいのメールが届いたそうなんだ。これは、もう極道や半グレみたいなチームだな。そうなんだ、まずこれについて言いたいんだけど、この会費はリーダーに全て集まっていたそうで、しかも、会費は10代の少年からも徴収しており、マリサの言う通り、これなら極道や半グレと、変わらないので、こういうのをやりたければ、そっちの世界のアウトロを相手にやればいいのに、少年たちからたかるような真似をして、脱退もさせないとはひどいよね。それは言えてるぜ、良い大人が少年たちから徴収するのはおかしいよな。これに警察もマークしていたようで、昨年のハロウィーンの時に集会を行い、暴走行為をしたということで、リーダーが逮捕されたんだよね。そうか、じゃあ道路交通法違反での逮捕なのかな。それと、脱退したい少年と、幹部やリーダーとの脅迫まがいのメールのやり取りも警察は把握しており、チームの脱退を妨害したということで、神奈川県の、暴走族追放条例違反、の容疑でも、逮捕されているので、今後全容が解明されるだろうね。そのような容疑で逮捕されているのなら、一件落着じゃないのか。それでは、この事件に一番言いたいことをまとめているので、発表するねー。そうか、じゃあこの動画で皆さんに伝えるんだぜー。今回の川崎宮軍団のリーダー逮捕を受けて、ニュースなどでは旧社会のリーダー逮捕と報じられ、
それを受けて世間やネットの反応は、旧社会なんてダメなんだ。暴走族の OB だからしょうがない、という声も多かったんだよね。そうか、世間では旧社会と暴走族の区別もついていないので、そのような反応になるよな。これだと、今まで旧社会を真面目に運営してきた人たちはたまったもんじゃなく、暴走族時代から、バイクやツーリングが好きで、ルールを守り旧車に乗って楽しんでいるだけなのに、今後活動していくにも警察の目が厳しくなりそうだよね。確かに、真面目に旧社会として頑張っている人からすると、迷惑な話なんだぜ。それに、旧社会だけじゃなく、バイカーの人たちからしても、同じバイクを愛する人として、許せないところもあると思うし、若い頃の暴走族時代も、カンパや回避などはあったが、その時は全力で、楽しくて喧嘩や抗争も起こしたが、青春を過ごしたひと時であり、同じ暴走族や旧社会と、ひとくくりにされるのはちょっと嫌なんだよね。そうだね、昔の暴走族も事件を起こしたりしてたが、現代の川崎宮軍団とは少しニュアンスが違うよな。しかも逮捕された川崎宮軍団のリーダーが43歳だったと報じられると、世間は大きな衝撃を受けたんだけど、その翌週に滋賀県でも、約350台のバイクが参加する、自称旧社会を名乗る集団が暴走行為を働いたんだよね。立て続けに旧社会が荒ぶっているんだぜ。旧社会として活動していたのか、この日の暴走でも40代のメンバーたちも参加しており、若者たちに混じって、蛇行運転や空ぶかし、ウィリー走行なども行っていたそうなんだよね。マジか、40代というとチームを仕切るはずなのに、一緒に暴走行為をしていたとは。一連のニュースでは、彼らのことを、おっさん暴走族、と呼ばれ、とても10代の少年では飼えないような、現在では高騰している旧車に乗っており、自慢げにしていたとも報じられ、旧社会や元暴走族の OB たちからすると、少し悲しい気持ちになるよね。あかん。おっさん暴走族。ってパワーワードすぎやろ。しかも、昔の暴走族時代に乗っていたバイクが、現在ではすごく高騰しているんだったな。70から80年代に人気のあった、スズキの GT38 やホンダの CBX400F なども多く、これらのバイク。今ではプレミアがついて、高いものでは500万円はすると言われ、当然そのような高級バイクを、若い世代が乗れるわけがなく、やんちゃしていた時代が忘れられない、おっさん暴走族が、集まっていたに違いない、という報道もあったんだ。これ、ちょっと悲しすぎやろー。こういう報道は旧社会を楽しむ人にも悪影響なので、ルールを守ってバイクやツーリングを楽しみましょう。というわけで、今回は少し短い動画になりましたが、川崎宮軍団や、おっさん暴走族について、霊夢とマリサが思ったことを発表したよ。次回からは、また暴走族チームの紹介をしていきます。そうだね、旧社会は暴走族 OB でも楽しめるので、ルールを守って存続させることが大切だよな。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ、それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。